ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速今回もこの島に住みたいという方が来てくださっているので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、それじゃあ QR コードを読み取る。サチさん、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑ってるだけじゃなくみんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。いいね、いつもニコニコ。はい、それじゃあマンション見てこう。とりあえず今回入ってくれた、はい、サチさん入ります。サチです。意外としっかりした女だねって言われます。意外と後ろの写真一体誰との写真なんやろ。今日は出かけようと思っていたのに気づいたらこんな時間になっていました。なるほど、なんかそういうのよくあるよね。なんかしようと思っとったとか、どっか行こうと思っとったとか、結局ちょっとゴロゴロダラダラしてしまうっていう。はい、食パンどうぞ。どうすか。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。なんかあれやね、農作業とかしてそうじゃない？なんかこういう感じの格好してる人おらん？若い人とか農業しよる人。え、なんかめっちゃ多くない？え、友達マーク多すぎじゃない？でも喧嘩じゃないっぽいね。ケン君、あゆなのそっくりさん、1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです、どうも。うんですん。ふんふんふん。あ、そろそろあれか。まあ一応新しい人たち増えてきてるけんね。どんな話もすれば、まあ喧嘩ばっかりじゃなく普通に友達関係広がっていくか。それじゃあ世間話で。アドバイスありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。二人でバカンス。何の話しようんやろ、世間話って。お、友達になった。やったね、うまくいきました。初期住人やけんね、ケン君。おかげで友達になれました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。私、年上からの受けがいいんです。マジで？あれかな、りんちゃんは年上の奥さんやったりとかするんかな。もしかしたら。はい、シュークリームでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？あんまり美味しくなかった、マジで。まあ私もシュークリーム好きじゃないんだけれど、クッキーシューなら食べます。あれ、そこで一緒にいるのはサキさんではないのね。はい、そしてあゆな、誰とお友達になるんですか？私のそっくりさんに久々に会った気がします。お久しぶり。ちはやと友達になりたいです。うん、なるほど。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？手短に、礼儀正しく、礼儀正しく。ありがとうございます。では、ちはやさん結構前からおるけどね。まだ繋がってなかったのか。なんかここ、めっちゃ列車の車掌さん感がすごいんやけど。めっちゃ似合ってない服に。どうだ。お、やったね。ここも友達が。はるちゃんとの友情は順調ですか？ありがとうございます。ちょっとはるちゃん側ね、前微妙やったけど。これにこれもあります。そして君もまた新しい恋を見つけてもいいのよ。赤花さんはすでに旅立ったからね。はるちゃんのことも心から信頼してます。なるほど。もうなんかあゆなの方ははるちゃん超信頼しとるやん。
向こうはね、多分みたいな感じやったけど、悲しい。なるほど。まあね。まあね。はい、ゴーヤでも。いただきます。どうすか。現実の私はゴーヤを食べたことがないけれど、まあまあ美味しかった、マジで。そうなんや。そうなんや。初めて知った。じゃあちょっと久々に服を。どうしよっかな。犬。犬好きにはたまらない。あなたも立派な犬の仲間入り。あえての犬。猫ではなく。服、犬、無地セットをプレゼントしました。いつもありがとうございます。もうね、いつも変な格好ばっかりしよるけん、赤鼻さんに見放されるんよ。変な格好ばっかりして家事もせんけんね。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。さあ、そしてこの調子で全部、喧嘩だったわ。全部喧嘩じゃなければいいなと思ったんやけど、うーわー、現在進行形。現在進行形。じゃ、とりあえず、モカタン、入るよ。何？どうした？そんなに怒らなくてもいいじゃないの。喧嘩しました。うんうんうん。腹立ちます。まあ、ほら、落ち着いて、仲直りしてください。このイライラを沈めてください。じゃあ、とりあえず、さくらんぼでも。いただきます。どうすか？お、すごく美味しかった？ってことは気分が。おー、よかったよかった。さくらんぼ偉大やね。きっと許してくれるよね、ノアくんなら。相手は可愛い可愛いモカタンやし。この間はごめんなさい。どうすか？許しません。なんで？なんで？そんなに？そんなに許せない何かがあったの？つら。ダメでした。うん。まあ、そういうこともあるよ。しょうがない。何が原因だったの？うまくいかないものですね。くまちゃんとかかな？仲直りできませんでした。おー、やっぱりクマちゃんか。やっぱりクマちゃんか。クマちゃんぬいぐるみだから。ね、仲良くしてよ。クマちゃんが誰を好きとか、きっとないから仲良くして。あと二組おるってこと？あ、違う？いや、違うわんよね。はい、それじゃ、ちはやさん、入ります。うち、珍しく、怒ってます。落ち着け、落ち着け。今日は新しい友達もできたやろ。ゆうやと喧嘩しました。あ、ゆうやさんだろうね、相手は。まあ、ほら、仲直りして。このイライラも沈めてください。ふんふん。じゃ、とりあえず、またしても、シュークリーム。いただきます。どうぞ。さあ、どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。そういえば、ゆうやさんはカジュアルな格好になったんやったね。前までめっちゃ和服やったけど、正反対な感じの格好に。この間はごめんなさい。どうだ？こちらこそごめんなさい。おー、よかった。ここはちゃんと仲直りできた。全部ダメとかやったらどうしようって思った今回。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。うん、よかったよ。お礼にこれをあげます。ふいふい、なんでしょう。実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。あったんだ。他の人と遊んでいるのを見ると、
ちょっと焼けちゃいます。え、レミちゃんとかは？だってあったん。まあ楽しい。まあ楽しいぐらいで束縛しないであげて。束縛しないであげて。ミネットさんの部屋に行ったね。ほい、それじゃあ、リンちゃんも仲直りしておこうか。誰と喧嘩してるんだ？今ちょっと不機嫌です。見てわかるよ。ガイタンと喧嘩しました。おお、ガイタンか。まあまあ、そこは落ち着いて仲直りしてください。今回あれやね、男女の喧嘩ばっかりやね。どうしたどうした？特に超大好物、大好物はなし。ココナッツとかどうすか？はい。いただきます。私はココナッツ好きじゃないけど。好きじゃないけど、どうですか？結構美味しかった。お、よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。うんうん。めちゃくちゃ主張の激しい部屋。この間はごめんなさい。今回ね、男女の喧嘩で全部女の子からの謝罪ばっかりなんよね。一組だけか、とりあえず仲直りできんかったの。ありがとうございます。仲直りできました。いやいや、よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品手染めスプレーをもらいました。ありがとう。千には私と結婚してよかったと言ってもらいたい。ね、きっと言ってくれる。全然大丈夫やと思う。うちの島の人たちね、結構男の子の方がのろける人が多いけんね。ケン君も。うん。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。あ、帽子お揃いや。二人続けてお揃いの帽子で。今日は 26,230 円集まりました。ありがとう。はい、そしてヒレイチ。誰にでもよく似合う、ブカブカの T シャツだよ。ブカブカの T シャツ。こういうのね、部屋着とかに。いいよね。私も大体そんな感じ。まあ、下レギンス履いたりとかするけど。はい、そして、ミニュース見てこう。7時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。本日、あやかさんが誕生日を迎えました。あやかちゃん誕生日、おめでたい。お誕生日会の模様をお送りします。ハッピーバースデーツーユー。いいね。ちゃんとヨシハルくんも。ハッピーバースデーツーユー。一緒にいる。ハッピーバースデーにあやか。ハッピーバースデーツーユー。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ありがとう。イエー、おめでとう。ふぅ。マジのみーに聞きました。おめでとう。今日のあやかさんは輝いてる。誕生日だからね。一、はい、年に一度主役の日だから。私がお伝えしました。ありがとう。あ、一軒家の方は何もなかったんかな。あ、一軒家の方、あ、一人もやっとるね。ちょっと見に行ってみようか。もやり。ノアくんあったん。めっちゃ子供がトランポリンを。子供全然反応せんやん。あゆなのそっくりさん。また会えて嬉しいです。お久しぶり。お久しぶりじゃないけど。お腹が空きました。ほいほい。さっきのね、喧嘩で一応見とるけど。はい、カツ丼でもどうぞ。いただきます。どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。喧嘩の時にあれじゃない？ノア君の方にお粥を渡しとったら、仲直りできたんじゃないかな。どうだろう。今日が楽しければ、それでいい。そう思いませんか？まあ、一日一日そうやってね、そうやって過ごしていったらきっと毎日幸せで楽しいんだろうけど、そうもいかないんだ、現実的に。
現実的に。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、そろそろ、まあ、友達の輪がね、さらにどん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 広がってきてもおかしくないんやけど、全部友達の輪が広がるではさすがになかったね。やっぱ喧嘩もあるか。